今日もですね、西宮神社の方に来ています。先ほどね、まあ、本殿の方で祝詞の掃除もしてきたわけなんですが、今年はね、名護市の大原へのね、血の輪くぐりの分がちょっと見当たらないですね、ひょっとしたら、まあ、コロナの関係でこの神事の方は中止してるのかもしれませんけども、まあ、でもね、旧暦でね、やられてるところの神社も結構ありますのでね、30日の日の大原へ式ね、行けなかったとしても、まあね、旧暦で、まあ、この7月の末ぐらいまでにね、お参りして、そして、半年分のね、罪、汚れを払うんだっていうような感じでね、お参りしていただいたらいいと思います。はい。でね、こういう場所からでも本殿の前でね、ずっとお祈りしててもいいんですけど、やはりね、まあ、多くの方参拝されますので、まあ、そういう時ずっとね、お賽銭箱の前を陣取ってるっていうのもね、ちょっと後ろ気になったりしますので、それがあればちょっと離れたところからですね、しっかりこうビューンとね、自分自身から光を出し、指先から光を出していくみたいにしてロックオン、まあ、この神社っていうのは木のいい場所にもともと建ってますので、本殿のところあたりにね、こう光の柱みたいな立ってる場合が多いんね。でそういうところに向けて、こうピュッと、まあ、自分自身の感じる力っていうのはすごく大事なんですけどもね、そこにエネルギーを集中しててお祈りをしていく、まあ、そして祝詞の掃除とかもねしていただけたらいいかなとは思うんですけどもね、まあ、そのようにお参りしていただいたら OK です。はい。まあ、とにかくね、もう自分自身が私だけを見てくださいみたいなことでね、ずっと前に、一人で並びたいというそういう気持ちもわからんではないんですけども、まあ、神社っていうのはその本殿の中だけにね、神様がいらっしゃって、そこにじっと座って待ってらっしゃるところにいて、いうふうにね、思いがちですけど、そうではなくって、この境内全体的にエネルギーというのはありますのでね、もう鳥居をくぐるところから参拝になります。はい。まあ、なので、そういうところにね、本殿とか拝殿のとこだけに、とらわれず、神社全体の中、例えば本当に、ね、こうご神木なんかでも陽気だなみたいな感じでね、エネルギーをこう大きく包んでくれてるような木もありますし、だからといって木にも抱きついたりぐっとね、触るっていうのは本当は良くないね、少し離れたところからエネルギーを感じるとか、そしていつも見守っていただいてありがとうございますみたいな感じで逆にね、エネルギーくれくれって奪うんじゃなくて、こちらからね、ありがとうございますとか感謝のね、エネルギーをね、これからも未来の子孫たちを見守ってくださいみたいな感じで、こちらからエネルギーを上げるっていうことも大事になりますのでね、そんな感じでね、お参りをしていただけたら、また神社の参拝がね、違ったものになります。はい。まあ、どうしてもね、神社参拝して願いを叶えるんだ、で神様見て見て叶えて叶えてみたいなね、くれくれ参拝というかね、まあ、そういう、参拝しがちですけど、そうではないんだ、まあ、神社ね、こういう気のいい場所、聖地に訪れましてですね、その場のエネルギーを感じ、そして自分自身の内側にあるこのエネルギーですね、まあ、内なる内大神、神我の部分、直日と、それとこちらの神様のエネルギーの共鳴っていう風にね、していただけたらいいかなと思います。はい。ね、今日もまた、境内をね、ぐるっと、エネルギー感じながら、参拝したいと思います。はい、いつもありがとうございます。松尾の神社ですね、大山首の狼様、住吉見前の狼、猿田彦の御事をお祭りしています。本来であればね、お酒、酒造りの松尾の神社というのはお酒の神様をお祭りしてるんですけど、まあ、猿田彦の御事、導きの神ですね。そして住吉見前の狼、まあ、これは潮の流れはね、導きの神様です。こちらをお祭りしているところです。はい。この森がね、
本当にね僕大好きで心地のいいところです。軌道をどん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 と叩いて大声で叫べって言われているんです ね、うん、ね。なのでちょっと大声でね叫びましょうか、ね、コロナの収束と日本の繁栄をお祈りしますっていう感じでね、うん、まあそしてね一人一人皆様一人一人の中ね神を感じ、皆さんが幸せになりますように商売繁盛しますように事業繁栄とか言うてね、うん、こちらでまあ、裏軌道をどん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 と叩いてね、うん、エベスさんに、まあね、祈願したいところですね、はい。